じゃあこれから忍び神のセッションを始めます。私がここに来るまでの電車内で作ったシナリオなのでクオリティは期待しないでください。じゃあプレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。ゲンガーだゲン。アナスタシアのマスターのサーバントです。基礎のアーチャーです。皆さんは任務のために一箇所に集められています。とりあえず福一から自己紹介もどうぞ。今回の任務のために来ました。基礎のアーチャーです。名前は？うん。言えません。言ったらバレるんで。まあ忍びですからね。名を伏せるのは当たり前ですよ。うん。クラマカミリューに所属してますね。まあ、任務を頑張っていきましょう。基礎、キーちゃん、まあ、キーちゃんでもいいですけど、ゲーマーでもいいよ。じゃあはい、次 PC に、私さんなんで。ゲンゲラゲン、鬼の血統のゲンザーだゲン。また生き返ったのか。この前からずっと生き返ってるゲン。ずっと生き返ってる。そんな死を繰り返しているみたいな。この前生き返った理由を聞かれてなぜか答えられなかったので、今答えるゲン。後付けサクサク。実は私は、何回言うんだ。私は死んだゲンけど、そのことを体操不憫に思った提督ちゃんが体操悲しんで。体操遺憾に思い。遺憾のよ。ダークマターを使い肉体を再構築することで蘇ったゲン。そうか。ダークマターってすごいな。すごいな。そしてクラマのくせに敵対流派を蘇らすんじゃない。バヨネットの旧敵はクラマだから問題ないゲン。まあ今回もアローラ地方でレイトで頑張ってたけど、任務ということでね、頑張っていくゲン。豪華で持ってきた。私は滅びの歌道連れ型だゲン。じゃあ今回の任務じゃダメですね。滅び、道連れ、雷パンチ、気合パンチ。なんだその技構成。普通に守るとシャドーボールだわ。ゲンガーの気合パンチでバンギ落とせる。バンギですか？確認です。4倍なのに。弱いな。相手が無振りなら。相手が無振りなら、なんとですね。確認です。ダメじゃん。HB 逆 V なら多分ラン1。ラン1なのか。いやわかんないですけどね。だって3桁にバンギいないもん。3桁の話をするんじゃない。まあ置いとくだけで強いし。まず3桁は最終進化がいるだけで驚きますから。サトシパとかはなんだかんだ1400くらいにとどまれちゃうからね。強い。今のサトシパはどうなのさ。強い。とりあえずルガルオンがいるだけで大部落。特にガンプーによる掴みキアシストとして大活躍。アローに全員投げ倒されるのがなくなりましたからね。辛い。あれは辛かった。じゃあ PC さんの私自己紹介しますね。私はアナスタシアのマスターのサーバント。こたつはいります。大丈夫。誰と勘違いしてるか知らないけど、私はアナスタシアのマスターのサーバントだから、あなたが思い浮かべてる人とは違いますわ。一体誰なんだ。私は精霊である DE を従えてるわ。だから DE のマスターでもある。ウィー、今さら。ウィーのマスターってそれただの購入者でしょ。まあ同じ任務、一緒に頑張りましょう。ほら、DE もそう言ってる。うむ、まったくである。誰だよ。B です。よろしくである。そんな感じだったのか。E は私のインストラクターよ。インストラクターなの。クラスはキャスター。流派はクラマの周りカラス。あれ？これクラマ二人か。あ、やばい。これはやばいぞ。やるしかないですね。で、自己紹介終わりましたけど。ん？自己紹介ありがとう。あ、僕は君たちを集めた。そうだね、ドクター。とでも呼んでくれ。ドクターハスバ。あ？うん。ドクターさ。そう。ドクターですね。私の知らない人。ミスター、ドクターだ。どっちだよ。すげえや、ドクターと面識がなさそうな人が3人いるぜ。そういやそうだ。ないですねー。誰だい君たちは、こんな英霊いたっけな。というか君は何だい。ゲンガーだゲン。B の慣れの果てみたいな。まあいいや、君たちの使命。任務を教えるよ。それはそれは大変な任務で。種火集め。話の途中だがワイバーンの群れだ。てん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 。BGM 間に合ってないぞ。口でなんとか。ワイバーン3体と戦闘開始です。これはメインの戦闘。そうです。じゃあ一撃で落ちるな。ただこのシナリオ中、メインフェーズの戦闘でもワイバーンは生命力0になるまで脱落しません。ワイバーンの生命力は2です。なるほど、高いな。うわぁ、プロット決めました。ワイバーンは身勝手の極意か。3つもプロット決めるのめんどい。ワイバーンのステータスどんなですかね。固有、それは無理。ゲンガーに幻兵。幻。成功。現実だよね。そうですね、当たったら集団戦接近戦1ダメずつです。現実は遠いんだよな。目標値8。なんだ、近いじゃないですか。ゲンガーなのに現実が遠いってのもアホな話だ。ダメみたいですね。戦闘脱落です。早い。集団戦もでしょ、戦況は。重傷。うそーん。あかんな、今日はダメな予感がする。刀術と刀術どっちが遠い。二刀流かな。9です。ならば、2だ。成功。かげろう。成功。欲張り構築。接近戦攻撃。刀術。成功。カゲロウがあるから目標値11。10、惜しい。カゲロウしといてよかった。ワイバーンを撃破したのでワイバーンポイントを1ポイント獲得してください。このシナリオにはワイバーンポイントというのが存在します。シナリオ中にワイバーンにとどめを刺すたびに1ポイントもらえます。とりあえず、
3のワイバーンはまだ動ける。変装術で接近戦攻撃。はい、1ゾロ。私ですね、カゲロウします。成功。接近戦攻撃。成功。対人術。目標値7が9。11。お。接近戦攻撃。成功。目標値。8。お、これは一人勝ち残りパティーン。残ったところでワイバーンにタコ殴りにされる。6。戦闘脱落です。はい、聖樹は、ないです。聖小石は、ないです。実績戦闘脱落はできます。いや、戦います。いいぞ、やれやれ。うん、上取られたか。幻兵失敗してくれるといいんだけど。幻兵成功です。遠いんだよね。現実、11。回想シーン、できません。うん、ダメ。あ、故障、人数。皆さんはワイバーンの群れの前にやられてしまいました。マスター、コンティニューはないんですか？ない。いや負けてっから、勝利 BGM 流すんじゃない。そう、ごまかせないか。ワイバーンの群れはいなくなりました。そしてドクターもいつの間にかいません。そして皆さんの意識は落ち、気づいたら道端で倒れていました。というわけでメインフェーズに行きますね。種火が足りません。レベル1じゃ無理だったか。次回へ続く。そのアーチャー、指名、あなたはマル秘任務のために集められた。あなたの指名の途中だがワイバーンの群れだ。秘密、実はあなたは忍者である。あなたの本当の指名の途中だがワイバーンの群れだ。秘密の続きは後にしてくれ。ワイバーンポイントを累計3ポイント以上獲得し、この秘密を所持している PC は、この秘密の続きを見ることができる。1サイクル目全4サイクルです。今回はワイバーンシーン用を使います。シーンによっては出てくるってことだな。NPC はいますか？ワイバーンがいます。ワイバーンに秘密はないです。ないんかい？指名だけ読み上げますね、ワイバーン。すべての PC はこのキャラクターの居所を知っている。戦闘を仕掛けた場合、ワイバーン 1D6 体との戦闘になる。ふざけんなよ、おい。大真面目だよ。あ、今回はシーン用振る前に誰と何するか言ってからにしてください。呼ばれた方は強制シーン登場です。とりあえずこたつの人、違います。なんだっけ、アナスタシアのマスターのサーバント、と感情を結びます。シーン用。強い雨が降り出す。人々は、軒を求めて、大慌てて駆け出している途中だがワイバーンの群れだ。戦闘ですか？はい。これはまさか 1D6 体。1D3 体。3体です。さらりと最大値を出していく。ワイバーン3体との戦闘になります。これは戦闘終わった後にシーン。そうです。戦闘終わった後に感情を結んでください。これ私もですか？はい。お二人です。あの、雨宿りに来たら戦闘に巻き込まれたんですけど、知らん。ワイバーンのステータスはシーンごとに変わります。マジかよ。まあ全部生命力にですけど。じゃあはい、戦闘開始です。プロット決めました。じゃあはい、6。ワイバーンは両剣を発動。お、龍馬忍法。鬼畜、そのアーチャーの一個下兵道。そして水術の接近戦攻撃。成功。果術から6で避けれます。危ない。じゃあ3の方。3のワイバーンがアナスタシアに接近戦攻撃。成功。水術は6ですね。この人たち近い。成功です。さてと、刀術は近そうなんですよね。グリ、範囲、まあ下のやつ殴りますか。かげろう。成功、2だ。おお、強気に行くね。成功、接近戦攻撃です。成功です。目標値6がかげろうで8。やられます。ワイバーンポイントを1獲得してください。じゃあ私もカゲロウ、こいつら怖い。成功。接近戦攻撃をします。成功です。対人術です。カゲロウ込みで9。11。さっきから当たらない？このワイバーンは国産ですね。国産ワイバーンは強い。お前もそう思うでしょ？うむ、全くである。はい。ワイバーンが誘導を発動。成功。戦場を水中にします。なんだこのワイバーンは。水の中で飛べんのか。多分水海でしょ。正解。このワイバーンが接近戦攻撃。成功。水中で8ですね。ああ、そうか。回避マイナス2か。まあ無理ですね。落ちます。グフ。じゃあまあ次は私ですね。頑張ってください。かげろう。成功。言うてな。1体倒して奇跡的に避けるしかないな。このやつに神あり。成功。11。回避。さっきから11しか出ねえ。ワイバーン超強いやん。じゃあはい、接近戦攻撃。成功。8です。やられます。ワイバーン強い。ワイバーン強すぎます。ワイバーンくんの出目が走っている。
へへへ。さあ、アントを倒したぞ。やはり我らこそ最強のワイバーン。じゃあはい、シーンどうぞ。そうか。ここからシーンに入るのか。いやー、ひどい目に遭いました。まさかいきなりワイバーンの群れに襲われるとは、驚きですよ。B も驚いてますよ。そうなのである、びっくりである。私の時はこんなのなかったですから。で、なんである?え、あなたと感情を結ぶんですか私は。私ですよ。え、どっち?今はアナスタシアのマスターのサーアントです。で、腕組んでる時はいいです。ロールプレイをわかりやすくしてらっしゃる。で、何用である?いや、あなたの方に用はないです。触れないであるな。そもそもイがどんなやつか私わからないんだけども、アナスタシアの絆レベルが5になるとですね、マイルームでこのような会話をしてくれるようになります。嘘でしょ、さすがにバレるよ。まあいいや、ひとまず雨だし、ワイバーンに傷つけられて体も傷つけられたし。痛いですな。マッサージしましょう、骨法術。成功。教官。平和な世界。あのヒゲ見たらなんか心が安らいできた。ベルである。こんなマッサージをしてくれる人には共感を。まだまだ先は長そうです。多分毎シーン襲われます。そうなんだよな。とりあえず次は私、回復判定をする。に、一ゾロですね。血の匂いが当たりに充満している。何者かの戦いがあった気配。いや、ドラゴンだ。ワイバーンじゃない?ステータスは固有です。うそん、1ターン目に戦闘脱落しなさい。固有って奥義3つやんけ。さすがに使いません。どうすんの。固有だから間合いもあるんだよね。1ゾロを出すのが悪い。うわ、最悪だ。で、これ遁走術で逃げれるんだっけ。ああ、そのルールは回避の時に遁走術で判定できるんだけど、回避判定に成功しても戦闘から脱落するってだけだから。つまり回避の時じゃないといけないか。と言っても重傷あるし攻撃するのもな。よし、出番は放棄。ドラゴンは流星群を使用。うん。魚火。自主的戦闘脱落します。絶対。で、ははい、回復判定をどうぞ。ひどい目にあったゲン。重傷を直さないとやばいゲン。こういう時はさっきコンビニで買った。この良い香りがするアロマを嗅ぎながらゆっくりと休むのが一番だゲン。香る術で回復判定だゲン。回復判定は重傷の対象外ですよね。さすがに対象内だったら鬼畜すぎる。よし、重傷回復だゲン。さすがに重傷はやばい。4サイクルなら回復判定は全然視野に入るな。入りますね。じゃあ最後。普通に秘密を調べよう。あ、ドクターは NPC ですか?ドクターは話の途中だがワイバーンの群れだ。というだけの役です。他に役割はありません。ワイバーンは居所だけだよね。はい、そしてすでに獲得しています。感情は結べないんだよね。いや、結んでもいいですけど。だから、ワイバーンが襲いかかってきた時に乱入できる。ただマイナスの感情結ばれそうなのでやらないけど。よし、ゲンガーの秘密を調べよう。世界の終わりのような暗黒。暗闇の中、お前たちはひそやかに囁いている途中だがワイバーンの群れだ。1D10 体 ?1D3 体です。これは乱入していいんですか?いいですよ。乱入しますとも。今回は1体です。1体なら、まあ。じゃあ6ですね。強気にね、行きますよ。手裏剣術はいくつ ?11。うん、そのまま手裏剣打とう。真相。あ、魚木。で、次は同プロットのお二人ですけど、順番重要だからダイスバトルで決めればいいんじゃないかな。じゃあ出目が高い方が先動きますか。1、5。はいどうぞ。生命力2だよね。2だ。成功ですね。決戦。あ、利用かいくつ?7。7か。特術は6。なら決戦か。そこを嘆いてもしょうがない。成功。12。なんだこのワイバーンは。ワイバーン強い。時代はワイバーン。これは次の FGO イベはワイバーンイベ来るな。かげろうします。成功。接近戦攻撃をします。真相撃退。失敗ですね。魚火ですよ。じゃあ魚火してる奴にワイバーンが接近戦攻撃するわ。成功。あ、体術消えた。まあ、朗々弾くらいあるでしょ。真相。うん、魚火、今日ダメだ。2だ。うわ、魚火。ゲンガーに接近戦攻撃。1ゾロ。なんだこいつら。ファンブルローは何もない。あ、逃げられた。まあ、外に。これ3ターン目だっけ?そうですね。次で終わりですね。真相。はい、ダイス運ひどない。言うて5は出してるから。言うて私もひどい。2だ。成功、決戦か。成功。あ、ワイバーンやられました。これ勝者はどうなるんですか?勝者は1人だけだからねー。複数残ってるので勝者なしです。まあそもそも戦闘続行って言っても、このターンで終わりですね。だからまあ、勝者なしで終わりでいいんじゃないかな。じゃあ私はこれで帰ります。お疲れ様です。いやー、大変だったゲンねー。絡まれた?
あ、絡まないで秘密調べる感じ。いや絡んでいいですよ。私特技対人術しか残ってないんで。対人術しかないので対人術で絡みます。大丈夫だ玄華。心配ないわ。私はキャスター、ライダーの相手は慣れているわ。私はちょっとそこら辺の事情はわからないげん。ふむ。ライダーを水タイプとするならば、私は炎タイプです。あかんやんけ。氷タイプと炎タイプにしとけばいいのに、なぜ自分を炎タイプにするのか。なんでですか、私最近鍛えてますから、ネイビー。である。インストラクターも優秀なんだげんね。そうである、私は優秀である。まあお互い大変ですけど任務を。何の任務なんだこれ。集められてレイシフトさせられた。多分プライズの奪還とかそんな感じじゃないかな。まあお互い頑張りましょうね。頑張るげん。同じ任務を受ける同士、互いを知った方がいいでしょう。ちょっとお話ししましょう。対人術。はい失敗です。今日みんなで目腐ってんな。何回流すねん。普通におしゃべりだけした。腹の探り合いは苦手。シーン終了です。では1サイクル目終了時にマスターシーンが入ります。はい。また襲われそう。ダヴィンチちゃんの素敵な工房へようこそ。今日は何をご入用かな。余った空風鈴を回収をしてください。ここではワイバーンポイントを使って買い物ができるよ。ほんとですか。君持ってないだろ。ワイバーンポイント1ポイントでミング1つ、3ポイントで自分の奥義に強みを追加。強みなー。すげー、やったー。それ以上のポイントは、特にないよ。そう、これで10ポイントで民法や奥義追加できるとかだったら考えなきゃいけなかったから。じゃあ追加しておこうか。ワイバーンポイント5ポイントで好きな固有民法を取得できることにしよう。私の全ての攻撃が生きる月影が。クラマと相性クソ良いからなー、月影。さっきから出目がクソだから大権限とか欲しい。特技が増えるわけじゃないからそこは気をつけてくれたまえ。確かに、眼剣欲しいですね。固有ってんだろ。そうでした。固有にも眼剣的なやつあったじゃん。肉鎧的なやつ。ちなみにダヴィンチちゃんの工房にはまた来れるタイミングあるから、今無理に交換しなくてもいいよ。ワイバーンポイント持っている人の居所調べて戦闘に勝ったら、ワイバーンポイント奪える的なことはないですか。ないよ。ワイバーンを倒した時にドロップするだけだからね。へぇ、イベント霊装をつけていれば獲得できるワイバーンポイントが増えるよ。イベント霊装は、シーン量の出目次第や特定エネミー倒した時に落ちるから運任せだけどね。よし、出すしかねえ。で、皆さん何か買います？私はこうして腕を組むことしかできないのである。正直兵糧丸が欲しい。ただ問題は、故障してるんですよ。解除はからくり術ですね。まあ果術あるから解除は余裕だけど、余裕だけど、当然今日の運は微妙ですから、まだ交換するのは早い気がします。ヨーグレットを食おう。今回はパスで。私もいいです。じゃあ、また来てくれたまえ。ではマスターシーン終了。解除判定どうぞ。成功。おお、ちゃんと出てる。では2サイクル目も頑張ってくれたまえ。次回接続。というわけで2サイクル目です。私行く。さすがに回復します。優しい時間が過ぎていく。ワイバーンのことを忘れてしまいそうだ。おお、生命力が1回復します。やったぜー。6は優しい。優しい時間だし。優しい時間の途中だがワイバーンの群れだ。じゃないの。全身ワイバーンが出てくるわけじゃないです。じゃあ回復判定をしよう。やったー。特技を3つも選べるぞ。そういうやワイバーンに戦闘仕掛けるときはシーン量振らない。振りません。固定で 1D6 体との戦闘です。まあ安定して戦えるってことね。そうだな。ここはシンプルに、骨法術でマッサージしよう。いいよ。じゃあいいにマッサージをしてもらおう。いい、マッサージして。ある。成功。優しい時間が過ぎてシーン終了ですね。本当に優しい時間が過ぎてった。じゃあ基礎のアーチャーの秘密を探りに行く。ほう。清廉な気配が漂う森の中。鳥のさえずりや、そよ風が君を通り過ぎている途中だがワイバーンの群れだ。ですよねー。1体。お、ラッキーですね。で、これ私も戦闘参加。でしたっけ。はい。手裏剣術いくつですか。8。ち、これ取られそうだな。じゃあまずかげろう。成功、真相。成功。避けれません。やられました。で、どうします？まあ私は戦闘続行の意思はないけど。よし、戦闘終了。やっぱ火力でゴリ押しよ。ワイバーンは、実際序盤アサシンいなかったからイスタルでゴリ押してた。黒崎の人の引き使ってました。まあ序盤は黒崎号だからね。黒崎号でした。そのアーチャーの秘密、実はあなたがこの得意点ワイバーン祭りを引き起こしている犯人である。あなたは最近出番が減っているワイバーンの群れを不憫に思い、聖杯を使ってワイバーンの楽園を作り出した。あなたの本当の使命はこの得意点を維持することだ。あなたはプライズ、聖杯を手にしており、このプライズがクライマックス終了時にあなたの元を離れていると得意点は崩壊する。プライズ聖杯、概要、汚れている、効果、所有者は奥義範囲攻撃、好きな妖魔忍法5つ、早手を習得する。ゲンガーさんのシーンですよ。
あ、そうか、なんでボケっとしてたんだろう。秘密を調べるとか言ってましたね。どうからもう、森の中か。やあ、アーチャーさん。こんにちは。いきなりワイバーンが襲いかかってきて大変だったげんね。まあよくあったことですから。そんな疲れた体にジュースはどうだげん。さっきそこの自販機で買ってきたげん。ドクターペッパーですか。ドクターペッパーだげん。いやー、センスが。お互いこの苦境を乗り切ったということで勝利の一杯と行こうげん。ドクターペッパーでですか。共にこのドクターペッパーを飲もうげん。しかし毒を混ぜてあるげん。毒術だげん。成功だげん。まずすぎます。私はこれが嫌いです。まずいから毒を混ぜても気づかないげん。毒手に謝ってください。ぶっちゃけ毒手を知らない。マジ？これ秘密はどう？最初の方だけ。はい。まあ。だろうね。新収容だげん。しかしあれですね。キャスターじゃダメでしたかね。アサシンで行くべきだった。アサシンか。アサシンはあんま持ってないからな。ワイバーンって実際どれくらい強いの？こらった。さすがにもっと強いでしょ。道中の雑魚敵ポジ。そんな奴に私は1点と重傷を受けたのか。私は3点くらいましたけどね。とりあえず回復判定をします。強い雨が降り出す。人々は、軒を求めて、大慌てて駆け出している途中だがワイバーンの群れだ。2体です。せっかくだから乱入します。なるほど。さてと、2は、なんだっけ、2はワイバーンだった。ワイバーンですよ。どうプロットの奴にかげろう。成功、2だ。成功、接近戦攻撃。成功、刀術、目標値8。やられまーす。だがまだ殴ってくる。接近戦攻撃。成功、水術、6ですね。避けました。ワイバーンは戦闘脱落です。ワイバーンポイントを獲得してください。黙ってきたなー。かげろう。成功、接近戦攻撃。よし、次、接近戦攻撃。はい、次、誘導。成功、水中。はい。秘密がバレそうですが。いいでしょう。要件でプロット1平動、そして真相を使います。成功、言うて5で避けられますが。あ、戦闘終了です。よき戦いであった。いい、あ、回復判定します。マッサージですかな。一人でですか。いいわ、いつでもあなたが望めばマッサージをしますぞ。なるほど。そんな良い人がいるだなんて、私は恵まれています。人脈。成功、1点回復します。さあ、この金色のリンゴを食べ。それは美味しそうですね。シーン終了します。じゃあ2サイクル目終了時、マスターシーンが入ります。タビンチちゃんの素敵な工房へ再びようこそ。今回は交換していくかい。私は何もしないげん。何かしたい。ポイントレイだもんねー。何もしてない。ワイバーンって。回避スキルとかありましたっけ？旋回、クリアップじゃん。あ、旋回。って言いながら教室使うのいいな。浮き足、あ、強いやつ。浮き足は強いですね。強いところを見たことがないですけど書いてあることは強いですね。ライトの人が浮き足使いたいとか言ってたな。使った結果浮き足の判定に全然成功しなかったよ。足を浮かせたままファンブルエリアに移動してた印象しかない。さすがやでー。悲しいな。インフェルノ、あー、そういやあったねー。人工名的にすごい取りたい。でも月影もなかなか、あ、死人カラスもありな気がする。このシナリオ的に、まあメインフェーズ中の戦闘多いからねー。三千対戦世界。今2サイクル終了だよね。そうだねー。え、2サイクル目終了。持ってるのが共感しかない。5ポイント消費してインフェルノ取るぞ。名前アドがすごかった。じゃあ、以上かな。また来ておくれ。3サイクル目です。次回接続。3サイクル目を始めます。私から行きます。何する？一応秘密調べる。秘密を調べればシーンに出せる。ワイバーンに襲わせて弱体化させられる。ワイバーンポイントを稼がれる恐れもあるからね。いっそどこまでこの人が強くなるか見る。やめてくれよ。あ、もしかしてワイバーン同士って感情結んでたりする？別に結んでませんか。結んでたら6体出てきた時に毎ターンプラス5修正とかいう鬼畜になる。まあ、そのアーチャーの秘密調べるか。いや、やっぱりゲンガーの秘密にします。優しい時間が過ぎていく。ワイバーンのことを忘れてしまいそうだ。はい、アナスタシア体力1回復。嘘やん、ワイバーンポイントをくれ。戦わせろ。いや、前回だから嬉しいけど、使いまである意味調べてきてもらいます。やってやるビー。酷使されてる。伝達術であいつの秘密を伝えてくれ。イエスサー。成功です。これ全体公開じゃね。ゲンガーの秘密、実はあなたは忍者である。あなたの本当の使命の途中だがワイバーンの群れだ。秘密の続きは後にしてくれ。この秘密を獲得しており、ワイバーンポイントを累計3ポイント獲得している場合は秘密の続きを入手する。ゲンガーの本来の秘密、実はあなたは一断りなんちゃらかんちゃら機関カルデアのマスターである。あなたは得意点ワイバーン祭りを修復するためにレイシフトしてきた。
あなたの本当の使命はプライズ、聖杯を手に入れることである。まあ、でしょうな。確認は大事。あとは戦闘を仕掛けよう。あとは戦闘を仕掛けるだけだ。ありがとい。良きに計らえ。要はこれはイバーン3体以上倒さないと秘密見れないってことですよね。そうですね。だから今既存のアーチャーはゲンガー本人も知らないゲンガーの秘密を知っています。まだ功績を認めてもらってないから秘密を教えてもらえない。ワイバーンポイントは FGO のイベントっぽさを再現しようとしたやつなので、ミッション、ワイバーンを3体倒せ、クリアで秘密が解放、みたいな。よう、そんなの思いつくな。元ネタがあるからねー。とりあえずシーン終了です。よし。行くか、ワイバーンに戦闘仕掛けに行きます。デハ神龍を振らずワイバーン 1D6 体との戦闘です。ワイバーン3体との戦闘です。これは話の途中だがじゃないですね。まあ仕掛けに行ったからな。素材集めでしょ。牙欲しいんでしょ。あ、上取られた。ワイバーンは爆破。成功。嘘やん、めっちゃ果実遠いよ。目標値11。11はまだ出やすいよ。確率的には3出るのと同じですから。避けれない？戦闘脱落だ。ちなみに戦闘を仕掛ける場合のワイバーン君は1、4体の場合、2、5体の場合、3、6体の場合で捨て替わります。まあ目標値11はしょうがない。ワイバーンか。強かったゲン。シーン終了だゲン。じゃあナマスの秘密を調べます。略さないで。清廉な気配漂う森の中、鳥のさえずりやそよ風が木々の間を通り過ぎている途中だがワイバーンの群れだ。2体。まあ戦うか。来ちゃいましたからね。戦わないけど。呼び出しといてなんです。これは、来ちゃったものはしょうがない。まずは特技を聞いておきましょう。刀術はいくつですか？たくさん。12以上。3以上はたくさんです。という言葉もあります。スーダを使います。5ゾロ。復興。そして接近戦攻撃。はい1ゾロ。神通眼を使います。クリティカル。すごい落差。やられました。だがまだ殴られる。刺激術。刺激術はやめて。はい、魚木です。真相。成功です。やられましたー。やったー、ワイバーンポイントだー。やったねー。よくやりましたぞー、アナスタシア殿ー。さて、勝利の宴です。ワイバーンで料理を作りましょう。私には果実がある。火力といえば中華、麻婆豆腐を作りましょう。ワイバーンで、麻婆のあまりの美味しさにイーが秘密を喋る。イーの口には合わなかったようですね。ダメみたいですね。さすがに美味しいですがこれでは話しませんぞ。秘密を喋るとかありえない。論者になってる。豆板醤が足りなかったようです。もっと辛い方が好みですな。もっと辛かったら肌けて水着が実装されてた。やったー。今年の水着では水着バベッジ、水着ツアリですから。どこに対しての需要だよ。じゃあ水着新宿のアベンジャーも、あ、下の方ですよ。普段より着込んでんじゃん。これで3サイクル目も終了かな。ダヴィンチちゃんのイカ役、さすがに。後で、いらない？後で、クライマックス前に、うん、そうかい、そうだな。と言いたいところだが、私は神通眼を補充しておこう。毎度あり。うわぁ、強いな。じゃあ次は4サイクル目だよ。最後のサイクルだから頑張ってくれたまえ。次回接続。4サイクル目です。じゃあ行こうかな、私。戦闘を仕掛けに行きますよ。乱入します。乱入はしますよ。乱入ペナルティ2000生命力。2体ですか。これはさっきの話的に捨て違うんですよね。違いますねー。ん、また6人いるよ。インヘルのチャンス、インヘルのチャンスは、まあ全体にぶっ刺してもいいんですけどね。どうプロットには当たらないけどね。刀術いくつ？ 5、手裏剣。5、召喚術。12、インヘルのチャンス、両剣でプロット2に移動して地獄。成功。ノーブー、脱落です。カゲロウ。成功。そのアーチャーに接近戦攻撃。魚木。よし、接近戦攻撃だー。5、よしじゃあ次のプロットですね。召喚術は、私ですか、7ですね。避けれます、感情修正で6です。なるほど、カゲロウ撃つと楽しい。いい、助けていい。とりあえず4兵同士でインフェルノ撃ちます。うん、失敗ですね。カゲロウ接近戦攻撃をしますか。1点だよ。まあ、他にできることもないんで。両方成功です。食らいます。ワイバーンはカゲロウ。成功。アナスタシアに接近戦攻撃。はい、次のプロット行こう。このワイバーン弱いぞ。あ、やべ。3に移動して地獄。成功。やられまーす。戦闘終了でーす。基礎のアーチャーさんが止まらない。俺は止まらねえ。おっと危ない。インストール仕掛けた。キャンセルキャンセル。
私は何しに来たんだ。戦闘を仕掛けたのは私の技なのに、どういうことなんだ。よくあるよくある。横取りされた。その、ありがとうございました。まあ、これからも協力していきましょう。じゃあさようなら。さて、次行きたいでん。私も行きたいよ。ダイスバトルだ。下打ちしないの。ゲンガーさんと感情結びに行くかな。私の秘密はいいんですか。さっき失敗してましたけど。忘れてた。秘密調べに行く。優しい時間。残り1点を回復させていなかったのが生きた。お、個人ではありませんか。いかがしましたかな。あいつもいい本体じゃん。いや、アナスタシアのマスターのサーバントです。で、いかがしましたかな。私は前回のような過ちを起こさない。そう。料理人を連れてきました。誰ですかな。カドックです。あ、じゃあ繋がりであいつでも連れてくるのかと思ったら。それでもいいんですけどね。ただそれをやると。わかったよ。作ってやるよ。作ればいいんだろ。ってなっちゃうから。オルガ、いつかの俺が作るかやめてください。人脈で秘密の判定です。成功です。アナスタシアのマスターのサーバントの秘密。実はあなたは忍者である。あなたの本当の使命の途中だがワイバーンの群れだ。秘密の続きは後にしてくれ。この秘密を獲得しており、ワイバーンポイントを累計3ポイント以上獲得している場合、秘密の続きを入手する。アナスタシアのマスターのサーバントの本来の秘密。実はあなたは得意点ワイバーン祭りを消滅させるために抑止力が呼び寄せたサーバントである。あなたの本当の使命はこの得意点を崩壊させることだ。良い味でした。これでは秘密を話すしかありませんな、アナスタシア。そうですね。ジョナサンじゃん。ジョナサンじゃない？ジョナサンの時はちゃんとジョナサンのロールプレイしたじゃないですか。こんなに大きな石も持てる。とか、座ったままの姿勢で。とか、俺たちはボインゴインゴ、とか言ったじゃないですか。変なの混じってるぞ。良い料理でした。では、まあシーン終了します。最後は私か。仕方がない。ワイバーンに戦闘を仕掛けに行く。私とゲンガーさんは現状秘密わからないままクライマックスフェーズに入ろうとしてますからね。これ積んでるのでは、クライマックスにワイバーンが出てくるかもしれませんし。2体です。やったね。マジか。射撃戦が当たっちゃうんだよな。先に倒せばいいんですよ。いようか遠いよ。12だよ。一発で倒せばいいんですよ。通だ決戦かで一発だね。通だ。成功、決戦か。はい、魚にですね。神獣眼、まだ隠し持っていたんですか。まだ通過1回も使ってねえよ。運命変わらず。射撃戦攻撃成功。ワイバーン強いですね。多分勝利 BGM ワイバーン側に流れた方が多い。ゲンガー弱い。クライマックスやることあるんかな。これで、これで全員終わりましたが。戦略で交換していくかい。クライマックスどうしていいのかマジでわかんねえ。どうしよう。指名積んでたら GM から新しい指名用フロッカって言われますからね。積んでないならワンチャンあります。諦めてない。結局のところ全員の秘密知らんからな。交換はミングで埋めるしかないかな。兵糧丸にする。陣痛丸にする。それともと、ん、こ、う、ふ。兵糧丸を一つ。毎度あり。兵糧丸二つ。毎度あり。兵糧丸二つ。大人気商品だな。みんななぜかダメージ食らってますからね。なんでだろう。とりあえずその場で食えます。両剣の後の奥義って打てんのかな。攻撃型奥義を持ってる場合、両剣の書き方によりますね。攻撃を行うっていうふわふわした書き方だった気がするんだよ。じゃあいけるね。やったー。いやいや、でも私攻撃奥義じゃないですから。インヘルノとルカ迷ってたあたりで察します。じゃあクライマックスだよ。頑張ってねー。次回へ続く。皆さんの元にドクターの通信が入ります。どうだいみんな、得意点の原因は分かったかい。全然わかんないゲン。どう、分かったい。いや、皆目見当もつきませんな。君たちは4サイクル何をしてたんだい。ワイバーンと戯れていました。何を言ってるんだい。ワイバーンなんてそうそう出るわけ。話の途中だがワイバーンの群れだ。来てるじゃねえか。これで固有とかだったら笑うわ。死ぬわ。クライマックスの戦闘開始です。敵として常にワイバーン3体が戦闘に参加します。常に1体倒すたびに次のターンに1体追加されます。後ろから横って出てくるやつ、無限脇ですか。倒されるたびに強くなっていきます。なるほど。倒さない方が基本的にお得ですね。当然ワイバーンは間合い内の PC を無差別に襲います。最初は草ワイバーンです。放置しよ、バカな。インヘルノが封じられただと。私は自分の秘密を知らないですけど、私の秘密を知っている人がいるのでまだ気楽ですね。全員を倒せだったら殴られますし、インフェルノさんの行動を見ないと私は判断できない。ちょっと待って、秘密を確認しよう。下手したら私はインフェルノさんの操り人形になる可能性もあります。うわ、めっちゃワイバーン来た。まあ両剣使うんですけど、どこに行こう。インヘルノで全員なぎ倒せますよ。ワイバーンを倒すメリットが現状ない。無限脇だからね。ダヴィンチちゃんの素敵な工房出張店が来る可能性があるぞ。やたい。とりあえず4兵同。ゲンガーさん、手裏剣遠いよね。めちゃくちゃ遠いよ。まずは2だ。
4、魔女はなんだって。かげろう。4、おう。真相。4、すごいね。どういう確率だ。その、なんです、すごいですね。神通眼使うか迷いますね。成功。というかプロット4だから最初ので魚見じゃなかったっけ。あの、これがあるんで。ああ、自分で自分のシナリオギミック忘れてた。そもそも同じところにいるんで、何かあるんでしょうね。成功です。目標値。10、ゴリティカルで避けれますね。ゴリラに体出すだけで避けれますね。出ない？さて、次ですね。バイバーン。さ、アナスタシアに接近戦攻撃。成功。潜伏術です。目標値は7ですね。8、回避ですね。ワイバーンは悲しそうな表情。アナスタシアはドヤ顔、ドヤスタシア。さすがですぞー。今首からかけたカメラで写真撮りまくってます。さすがですぞー。アナスタシアのマスターのサーントー。なげー。さてと、私はインフェルノさんに従う。なるほど。私を殴るか。カゲロウだ。あの人は味方なのか、敵なのか。ただ特技が似たり寄ったりだから倒しにくいかもしれませんね。ワイバーン狙わないのか。そうですね。残しておくと負けだから、とりあえずワイバーンを1体倒そう。成功。とりあえず秘密を知ってから悩みます。1のワイバーンに真相。成功。7が2増えて9。やられます。ワイバーンポイントを獲得してください。よし、あと1ポイント。我がキャスターの力思い知るがいい。2のワイバーンはゲンガーに接近戦攻撃。成功。どこだ？潜伏。潜伏。目標値7ですね。7くらい出るだろ。ほら出ない。そんなこと言うから。これ秘密知らない状態で回想シーンやったら超楽しそうなんだよな。私の本当の使命の途中だがワイバーンの群れだって感じで。やべえ、やりてえ、どうしよう、すごいやりてえ、誰か助けてください。すごいやりたいけど私はもうできない。私もワイバーンポイント今にだからワイバーンを狙おう。通だからの、あ、異様化っていくつ。差は遠いでしょ。12、決戦か。1ゾロ。ファンブルローを振るか神通眼を使うか選びなさい。神通眼などもうねえわ。まあ、なんもないですし。ワイバーンが1体追加されます。工作員ワイバーンです。カゲロウを使ってきますね。インフェルノ全員に当たるじゃん。そうなんだよね。やっちまえ、秘密がわからん。やってもいいんですけどね。そしたらこのターン秘密が遠のくし。さらにワイバーンポイントを3獲得できます。もういらない気がする。まあいいや、奥義を使いますかね。これこそは、我が父を滅ぼせしじゃけん。クラレント、ブラッドアーサー。人脈による範囲攻撃。人脈でモーさんが来て撃ってくれる。対象は、ワイバーン3体と、ゲンガー。ワイバーンが全滅しました。私の使命、私の使命が、おのうれ、畜生、草で仕方分勝てないのに私。大丈夫大丈夫、工作員ならまだ勝てるよ。ワイバーンがいないから使命がわからないよ。これは、絶対絶命というやつだな。これどうしよう。マジでどうしよう。せめてワイバーンが1体でも残ってたらな。奴らは死んだ。プロット後にいるのが悪い。このままだとアナスタシアに殴られるしな。どうですかね。ゲンガーさんと殺し合って、実は味方同士だったという、どこぞのアニクマ殺害事件があるかもしれないんで。でも互いにワイバーンポイント2だよね。ですねー。私としてはまたワイバーンが来るのを待ちたい。だからさ、攻撃しないでくれない。嫌です。理由はですね、なんか知らないまましっちゃかめっちゃかしたいから、ひでえ。こいつ、ゲンガーさんも何もわからないまましっちゃかめっちゃかにしましょう。あ、いいよ、わかったよ。何もわからないまましっちゃかめっちゃかにしてやる。奈落落とし、範囲攻撃。まあ、2点くらいましょう。やむなし、なかなかやりますね。いいでしょう。キャスター、クラマ周りカラスの力を見せてやります。カゲロウ、いつもの。成功、接近戦攻撃、対象は2。ゲンガー、ミミッキュって言いそうになった。成功、対人術。対人、後の先があるから2点です。兵糧丸が2つない限り食らったら脱落ですね。ああ。やっとあれが見れるんだな。話の途中だがワイバーンの群れだ、の回想シーン。兵糧丸で防術回復。9だ。回想シーンしないの。回想。私は、見たいんだ。ワイバーンでカットされる回想シーンが。回想してやるよ。いいよ、わかったよ。やってやるよ。ほわん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 。私は実は忍者だったげん。私の本当の使命の途中だが、ワイバーンの群れだ。秘密の続きは後にしてくれ。まさかそんな秘密だったなんて。これにはいいもびっくり。これで目標記録？うなれ私のダイス。お、成功ですね。我がキャスターの拳をかわすとは。次のターン、ワイバーンが3体追加されます。工作員、工作員、レベルアップしたやつってことでいいんですよね。はい、工作員、工作員、人影です。影、いたな、そんなやつ。待てよ、人影100輪持ってるじゃないか。ゲンガーが落とされた瞬間に極地とかす。ワイバーンたちが要件を学習している。とりあえず3まで降りるかな。かげろう。
はい、今日ひどいな。まあいいや、真相。成功。お疲れ。だがまだ動けるよ。ワイバーンを倒せば秘密を知れますね。ならワイバーンを対象に範囲攻撃って言うけど。扇破りしますけど特技なんですか？君たち対象にしないよ。別に扇破りするよ。ワイバーンに強くなられると困るし。脅威術でしょ。脅威術だよ。回想シーンします。これがやりたかったんだよ。よっしゃ行くぜー。私も続くぜー。回想シーンを使用する。実は私は忍者だ。私の本当の使命の途中だがワイバーンの群れだ。秘密の続きは後にしてくれ。ということです。これで目標値4。扇破りです。お疲れ。6のワイバーンに対がインフェルノに接近戦攻撃します。1体目は失敗。2体目は成功。果術です。果術は持っています。まあ食らいますけど、そして果術が消えました。そして3のワイバーンは100輪。はい、魚木。じゃあ、3のワイバーンに真相。ワイバーンはやられました。やったー。自分の秘密を知れる。楽しみです。ウキウキです。ゲンガーが味方だった場合はもうね、VVV、ビクトリーですよ。はい、どうぞ。私の予想だとアナスタシアさんは爆笑すると思う。はははははは。って笑うのが目に見えるわ。願うことならガッツポーズしたいですね。どれどれ、ふむふむ、なるほど。ガッツポーズはどうした？ワイバーンポイント高いやつが優勝。よし、わかりました。次のプロットですかね。3ラウンド経ったので、戦闘の途中だがダヴィンチちゃんの素敵な攻防だ。今日は何を交換していくかい？戦闘中も来んの？3ラウンドごとに来るよ。じゃないとクライマックスで稼いだワイバーンポイントが無駄になるじゃないか。確かに。ちょうど3ポイントある。強みをつけようか。強みは公開。私にだけ教えて。じゃあ扇改造します。で、君はどうするかい？じゃあ私も扇改造ですかね。いいとも、好きに改造するといい。というわけで3ラウンドにまた来るからねー。ちゃおー。はい、次のターンです。ワイバーンが1体追加されます。人影の次、もっと強いやつが来るのか。固有じゃないですか。それは飛びすぎ。剣士ワイバーンです。出番ですよ、アーチャー。なんとこのアーチャー、剣士とは相性悪いんですよ。両剣で見に行きます。そして扇を使いましょう。宝具です。ランスロットさん、お願いします。アロンダイト、オーバーロード、人妻ミア、立ちくり。あれ、さっき扇、使ってませんでした。使ってますよ。はい、ですよね。二つ目の扇です。二つ目の扇だと、ローロー丸を二つ使って生き残ります。何が残りました？妖術。私も扇を使用します。クリティカルヒット、下を抜く、立ち射程低下伸ばしです。あ、死にます。戦闘終了です。やったー、勝ったぞー。ただですね、秘密を知らないのでこれでどうなるかわからないですね。使命達成は基礎のアーチャーさんだけですね。おお、なんでそうなってるのかもわからないですね。基礎のアーチャーさんの秘密を知らないからですね。ゲンガーが生きてるか基礎のアーチャーが回想シーンしてたら可能性はあった。ゲンガーが落ちた時点で私の勝ちだった。おお、構図は PC1 対 PC2、3の2対1。その代わりに PC1 は聖杯を持っていて強化されてる。PC1 から聖杯を奪えば勝ちだった。だけど PC1 の秘密を知ってるのはゲンガーだけだから、ゲンガーが落ちた時点で罪です。おお、じゃあエンディングどうなるんです？電車の中で書いたシナリオにそんなものはない。とりあえずここはワイバーンの楽園になりました。よし、ランスを持ちます。一狩り行きましょう。得意点を止められなかった。しょうがない。ここをイーブン隊としよう。ここはここ、モンハンやっていきます。いいですな。我はボウガンが得意なんですな。ボウガンが得意なのか。ボウガンには自信がありますぞ。弓を捨ててランスを持ちます。くぅ。負けてしまったゲン。このままでしばらく休みたいけど、と言ったところに頭の中に声が響きます。何をしてるっけ？ゲンガー、そろそろレイトが始まるっけ？く。アイト戦士のレイト戦士に休息はないゲンか。ゴースト統一とかな。いや、私実際のレイトでもミミッキュとゲンガー使ってるし。マジか。仕方ないゲン。アイト正義のレイト戦士はアローラ地方へと旅立つゲン。じゃあこれでエンディングの途中だがワイバーンの群れだ。ご視聴ありがとうございました。これにて本シリーズは終了になります。いつも通りのコメントコーナーに行くよ。本シリーズを作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございました。次回作も忍び神になります。というか動画にしたい忍び神セッションばっかなのでしばらく忍び神を投稿し続けます。それではまた次回作で会いましょう。